はなんとダンボさんが私たちに素晴らしい体験をさせてくださる、チャレンジできるってことですよね。そうです。お、待って、なんか見えてきた。あれですね、瀬戸大橋ですね。瀬戸大橋が見えてきた、はい、うわ、ここから見てもあんなに大きいんだね。イエーイ、あ、飛んだ。お前何言ってた。バイバイだー。わー、見れた。ここは一体、ここはですね、はい、まあ運転席ですよね。運転席、今日特別にちょっと私たち入っちゃってますよ、ね。普通はね、一般の方は入れない、はい、ですよね、うん、ですけどね、まあ、今回ちょっと特別にちょっとどんな中かちょっと見させていただいて、でなおかつちょっと運転を、はい、まあ、軽く体験できるんじゃないかなみたいな。え、はい、運転って言いました。何ですか、私たち免許とか持ってないよね、まりかちゃん。持ってない。持ってないですよね、はい、僕ちなみに持ってるんですよ。え、船の運転する免許ですか。はい、持ってるんですよ。いいんですか、大丈夫。免許を持ってる人がいたら、はい、運転はできるので、あ、そうか、免許持ってる人に。持ってる人だったらいいんだ。はい、あ、そういうこと。なるほど。じゃあ今回特別にね、はい、これなんかすごいんですよ。なんか僕もちょっと男の子が大好きなんですけども、いろんなものがありすぎて、何？なんか iPad みたいなのに地図があって、とか、なんかすごい。今位置情報、どっち向いてるかっていうのね。あ、分かるんだ。うわ、そうだってどこにいるか分かんないもん。これが瀬戸大橋ですね。はい、Google マップみたいな感じ。そうですね、それの海バージョン。そうそう、すごい。じゃあちょっと早速ね。そうですね、いろいろとちょっと運転してみてもいいですか。お願いします。やったー、はい、急な経験だ。田畑から行ってきます。はい、乗久船長、はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、待って、先が高いんだ、いい意外と椅子が。確かに、え、海をね、見なきゃいけないですね。これがダリンなんですけど。ダリン、ハンドルですか、これ。そう。これを左回したら、船が左。ダリン、いきます、ハンドル回します。はい、おちょっと前進いきますよ。はい。はい、そうだ。あー、動いた。動いてる。あ、左に。へぇー。やってる。運転してる。え、すごい。オッケー、戻して。おー、いいね。ちょっと遅れてくるんでね、車と違ってね。なるほど、うん、確かに時差ありますね。時差あります。よくご存知ですね、やっぱり。あ、ありがとうございます。たまに乗ってます。ありがとうございます。船長、これは、はい、ちなみに、これはレーダーですね。レーダー、はい、はい。これ、何を見てるんですか。これはもう船の動きとか、他の船ですか。そうですね、これが今そこ走ってる船の映像なんですよ。あの船がそこに、あ、そういうことか。そう、反応されるんだ。なるほど。霧とか、はいはいはい、夜間とか、あの、これ見たりしながら走ってますね。面白い、楽しいな。夜とか絶対いりますよね、暗かったりして。そうですね、うん、夜とかって見えるんですか。あの船にはトーカーっていうのがあって、はい、そのどっちにこう船が向いてるかっていうのをこう記す光がついてるんですよ、夜は。そうなんだ。なんで分かるんですけど、まあ、距離とかね、そういうのも分かりやすいし。そうですよね、みんながね、会話してる間に、はい、ちょっとずつ運転して進んでるよ。右に左にね、ちょっとずつ進んでるよ。上手ですよね。本当ですか。へぇ、運転してる。え、変わってみる。え、変わってみちゃう。できるのかな、本当に。よし、じゃあ次変わりますか。まりかちゃん行こう。怖い、はい、大丈夫かな。行きましょう。ありがとうございました。まりかちゃんゲーム得意だからさ。船、本物の船を触れる日が来るとは。失礼します、はい、船長、よろしくお願いします。はい、本当だ、座席が高い、ね、海が一面に見えますね。あ、ハンドル握りました。じゃあ左に行きます、はいはい、頑張れ。左ハンドルをぐーっと、もっと。あ、すごい、よく映画で見るやつだこれ。左も、おー、すごい、左、いい、いいよ、いいよ、早くない、左、早いですね。戻して、よし、戻しました。あ、いい感じ、戻ってます、これ。もうちょっと戻して、はい、オッケー。確かにこれ時差きますね。そう、うわー、すごいな。マリカ船長についていってください。皆さん、船酔いは大丈夫ですか。めっちゃ揺れます ね。大丈夫ですか、これは。大丈夫、ありがとうございます。
じゃあちょっと次ガモ社長。ガモ社長。あ、いいですか。ガモさんプロだからね。やっぱちょっとプロにお代わりします。いいです。え、すごい日記とかあるんですか。日誌ね、これ公開日誌。公開日誌。これどれぐらいスピード出るんですか、最高で。確かにこれ最高で23ノット。23ノットってことはキロで言うと37キロ。37キロ結構速いですね。78ぐらいなんですね。さっき瀬戸大橋の下の手前ぐらいで結構出しとったじゃないですか。そうそうそう。あれどんぐらいですか。あれそれがそのスピードぐらい。あ、そういうの出せたんですか。すごいや。すげえ。ありがとうございました。はい、わあ、ちょっとこの貴重な経験すごい。ありがとうございます。みんなに自慢しよう。ありがとうございます。運転したおらんよ。いやなかなかね。じゃあ次はガモさん見せてください。いいですか。はいはい。ガモ社長は経験者ということで。そうですね。このこれからそうです。いいですか。はい。どうぞ。え、レバー？うん。なんかすごいで。これが回転なんで、はいはい、これも上げてください。これ回転さ、はい。ブレーキ。ダブあれなんですね。エンジン2つなんですね。そうそうそう。離れてる。2000。ああ、本当に700ぐらいまで上げています。2700 OK です。え、すごい。プロだ。わ。あ、スピード出てきた。本当だ。上がってる。やっぱ徐々に上げるとこがやっぱコツなんですよ。一気に上げるとダサいよ。あ、そうだね。かっこいいね。マリオカートの最初のスタートだし。あ、ダサい、ダサい、ダサい。ダサいですね。あれ、つまついたら。徐々に行くっていうのね。うわぁ、スピード違う。ほんとだ。レバーも操縦しつつ、2700で、まあまあ、うん。うまいな。全然ちゃう。安定してるって。僕はもう持ってる船なんてもう漁船ですからね、ほとんど。どこ行きます。じゃあとりあえず韓国ぐらいまで。海外行っちゃいますか。韓国ぐらいまで行きます。今これどれくらい出てるんですか。今でもちょっと下げましたよ。これで今18ノットなんで32キロぐらいですかね。慣れてますね。やっぱ外でおるとあれっすよ、全然ちゃいますよ、ね、こう中で運転してたら全然スピード出てない感じですね。けどすごい回ってる。さすが慣れてますね。いやいや慣れてないです。今日は波はおとなしいですね。安心安全の運転だね。いや運転もね、体験させていただきましたし、次は何をね、ピリカでできるのか楽しみですね。まだまだありますもんね。そうですね。まだちょっとバーベキューもしてみたいですしね。待って、バーベキューのこと忘れてた。忘れてました。運転席でも、ね、満足ね。ちょっとね、熱気でお腹いっぱい食べましょう。食べましょう、はい、食べましょう。はい、はい、お待ちかねのデッキで BBQ のバーベキューの用意ができました。最高、もう最高ですわ。本当に最高ですね。なんか普通ね、こういうねバーベキューも、うん、まあ、持ち込みもちろんできるんですけど、まあ、お任せしてもらえれば、はい、瀬戸ピリカさん素晴らしい肉用意してくれますので。何でも用意してくれるんですよ。何でも用意してくれます。本当に。いやでも本当にまさか船の上でバーベキューできるって思ってなかったです。ね。贅沢ですよ、こんなの。瀬戸大橋見ながらね。うん。これぞ夏休みですよ、本当ね。いや最高の夏休みです。はい、じゃあ焼いていきますか。焼きましょう。あ、の前に乾杯しました。そうやね、乾杯しましょう。せっかくなので。そうですね。なんか一人違う。あれ？え？あれ？あれガッコさん？あれ？ビール？ノンアルですね。あれ、はい、ノンアルです。ノンアルです。おいいな。じゃあ、瀬戸ピリカに乾杯。おいしい。うまい。最高。喉にくる。最高ですね。よっしゃ、焼きますね。焼かせていただきますよ。お肉も野菜もありますよ。はいはい、どうする？もう肉からいっちゃいますか。肉からいっちゃいますか。ね、え、めちゃくちゃ新鮮な肉だね。いや、めちゃくちゃいい肉なんですよ、マジで。焼かせて、頑張れ頑張れ。じゃあ、マリカちゃんはね、
肉をね、ひっくり返す役で。あ、もう大好き。焼いてますね。野菜もいっとくわ。野菜もお願いします。失礼します。え、これいろんな種類の肉あるけど、ちょっと全種類いきますね。そうですね。うわー、最高。いい匂い。いい匂い。最高やな。前一回やりましたよね、焼肉ね。やりましたね。炎天下の中。そうそうそう。やったやった。やりましたよ、ね。あとでやった記憶がある。あ、やば、いい、何肉なんだろうこれ。分厚い。もう早い。焼けるの早いよ。待って早いよ。もう焼けるよ。待って待って待って、もう焼けるよ。待って待って、俺さ、タレするわ。タレするわ。タレの準備お願いします。そろ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 。やばいやばいやばい。ちょっと動いてた。え？ちょっと写真撮ります。いったいったいった。いったいった。いった。あ、いいね。煙が全部煙が一点に集中してる。ちょっととりあえず撮ります。とりあえずね、はいはい、ありがとう。うわ、何このタレ、すごっ。何このタレ、うわ、ドロドロの本格的な焼肉のタレだ。すごいすごいすごい。絶対美味しいやつ。ごまもちゃいとる。これレアのね。よし、撮ります。 OK、 一旦撮ります。OKOKOK、 ありがとうございます。めっちゃ早いな。はい、お肉焼けたよ。焼けた。じゃあ行きましたよ。焼けたお肉から食べますか。はいはいはい、食べましょう。何肉だろう。これはめっちゃいい肉じゃん、これ。めっちゃいいお肉かもしれん。いや、焼きたてのお肉をいただきたいと思います。はい、すごいぞ。じゃあ蒲生さん、お先にいただきます。うまい。うまい。うまい。おいしい。いいな。うまい。とろけます。これやばい、もう大優勝。うん、油おいしい。食べてください。あ、食べるわ。はい、やばいです。うわ、ナスビだ。お皿取れるかな。お皿いるね。ね、やばい。汁ご飯欲しい、これ。わかる。うまそう。あ、それ一個お茶がもうさに。いただきます。え、柔らかい。柔らかい。うん、めっちゃいい肉やん、これ。ありがとう。嬉しい。やったー。ありがとう。いやー。うわ、ビール行きましょう。ビールが進む。最高。夏。最高や。最高ですか。めっちゃうまいわ。やばい。やばいですね。これはもう、あれですね。うまっ。香川ナンバーワンですね。ナンバーワン間違いなく。今まで食べた中のお肉で一番美味しいね。うん、うん、しかも焼けるの早い。めっちゃ早い。早いですね。ほんますぐ焼ける、これ。うわ、だから海の上で食べるからより一層美味しく感じる。最高ですね。最高ですね。最高。贅沢な時間。じゃあ今年の夏の思い出ちょっと言ってもらっていい。夏の思い出か。一旦ね、なんだろう、とかもう夏も終わるもんな。え、でも私、うん、こうやって船に乗る機会が本当になかったので、うん、すごい、これ今が夏の思い出かも。うん、確かに、最後の夏休みみたいなね、今年の夏。結構私たちさ、うん、新公演、うん、ガモさんも見に来てくれた新公演、結構バタバタしてたんですよ。そうね。そう、とかライブとかたくさんね、うん、ありましたね、はいはいはい、やってたんで、本当に今こうやってね、なかなか休めてなかった。うん、なんか休息の時間、仕事だけど、すごい休めてます。うん、美味しそう。玉ねぎもありがとう。あっという間に焼けるね。早い。うまっ。これは。うん。うまい。向こうだよ。どうですか、この口の中食べながらね。うん、瀬戸内海を見ながら、瀬戸橋を見ながら。最高だよ。いや、地元の方もなかなか味わえないですよ、ね、この贅沢なこと。うん。うん。あ、本当ね。年に1回ぐらいね。でも行きたいですね。地元の人もやっぱ行ったことないっていうか、うん、初体験の感覚があるんで、ぜひ皆さんね、うん、パリピを堪能してください。パリピを堪能してください。いいですね。大勢でね、囲んで食べるバーベキューとかもいいですしね、うん、家族とかにもね、うんうん、おすすめですし、なんか香川ってさ、うん、本当にいいとこですね。いいとこだよ、ね、本当にいいとこだよ。だって瀬戸大橋をさ、うん、下から見れる日が来るって思ってなかったから、うん、なかなかね、見れないですからね、うん、地元の人でも瀬戸大橋こんなに近くて。確かにね。すごいな。はい、は
着きましたね。着いちゃいましたね。着いちゃいました。ずっと乗ってたかった、ね、楽しかった。ひとときの、ひとときの夢やったんですよ。いや本当ですよ。本当夢見てる感じだった。本当にね、全然暑くなかったし ね、涼しかったですね、うん、めちゃくちゃ涼しいですね、うん、今これもね、中でちょっと撮らせてもらってるんですけども、はいはい、もうクーラーもガンガンで効いて、ね、最高ですね。家の中みたい、うん、店長ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ本当ありがとうございました。いろいろ準備していただいて、いえいえ、どうでした。いや運転もできて、うん、バーベキューもできて、うん、はい、なんかすごい経験をさせていただいたなって感じだったので、そうですか、良かったです。次は良かったです。夜も、夜も最高ですよ。すね、最高やろな。大綺麗ですよね。夕日もね。ね、もうぜひぜひ、はい、また使ってください。で、まあ、店長はちなみにあの瀬戸ペリカさんもやってるんですけど、まあ、他の仕事も実はやっててですね。はい、どういうことをちなみにやられてますか。店長以外じゃないんだ。はい、まあ、あの僕らこの観光事業とは別に、はい、内航海運業。はいはいはい、っていうのをやっております。内航海運業、皆さんご存知ですか。内航海運、内航海運、海運、業界言うてもうとるから。それは何をやられてるんですか。それはね、あの陸で言うとトラック輸送、はいはいはい、まあ、それを船でやってるっていうような感じなんですけれども、まあ、あのこの業界ちょっと人材がですね、非常にこう少なくなってきて、はい、その中でですね、今回こういうこの映像を見ていただいて、はい、でこの業界にですね、うん、興味持っていただいて、はい、でまたこの海の方にこう、うん、来てくれるような人材がおれば、はい、僕らも非常に助かるんで、はい、ぜひぜひ興味持っていただいて、はい、いただいたらなとは思うので、そうですね、まあ、CSA さんのホームページとか、はい、またあの、はい、瀬戸ペリカさんのもあの概要欄に、はいはいはい、載せておきますので、はい、また何か問い合わせがあれば、はい、ぜひちょっとご連絡いただければと、よろしくお願いします。思いますので、お願いします。はい、お願いします。すごいな。まあ、海の男やっぱかっこいいですね。海の男かっこいいですね。運転してるとこやっぱかっこいいですね。かっこいいですよ。モテますよ。ありがとうございます。モテますよ。これは最高やな。ということで。本当に貴重な時間でした、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。